どうも、めっちゃめっちゃメッセージです。はい、それでね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、高校野球のね、もうあさってからね、選抜が始まるということで、もうね、ちょっとね、ギア上げていこうかということでね、まあ、明日から試合予想がね、始まるので、ね、ちょっと頑張っていきます。でね、今日はね、これ、特待生についてね、話していこうかということで、実はね、メッセージ、こう見えて、高校ね、特待生で入ってるんですよね。まあ、特大でも、あのね、ランクっていうのがあって、ほんで、どうな、なんていうかな、特待生とスポーツ推薦何が違うのかと。で、特待生はどういう優遇を受けるのかと。ほんで、まあ、それは高校によって違うんですけど、まあ、そういうね、話をしていこうかなということで。まずね、特待生って何やねんって言ったらね、もう特別待遇制度ですよね。結構、だから優秀とか、めちゃくちゃ上手い選手とかは、取ってもらえるんですよね。これ自分で言うのもなんですけど。で、この特待生は、ランクがあって、ほんでね、超スーパー特大ってあるんですよ。超スーパー特大ってのは自分らの代で、だから畑中選手っていうのがね、まあ多分、超スーパー特大。で、だからもうめちゃくちゃね、優遇されとって、ほんでね、自分たちは特大生やったんですよね。ほんで、その特大生は、まあどんな感じなのかっていう。一学年はだいたい5人しか多分取れないんですよ、特待生って。その授業料とか名、ね、学校側の決まりで多分5人なんですよね。どこの高校もそうかな。で、そのうちの5人に一応自分は選ばれたんですよ。ほんで、そのね、制度、スーパー特待っていうのは、またね、後日、またね、違う動画で説明します。どれぐらい違うのかっていう優遇が。まず、自分ら特待生は、授業料と、授業料免除と、あと、何でしたっけ、授業料、入学料。な、多分、なんか、そんなんが免除で、あんまそのね、親のお金際でもめっちゃね、少なくなったって聞きました。ほんで、それで、自分らは、入学の時に、言われとったのは、一春一夏は確定って言われてました、特待生は。ほんで、いざ入ってみたら、自分だけ1年生春夏入れなかったんで、まあそれはね違うとして、でもね他のメンバー入っとったんで、基本的にはねもう自分がもう落ちこぼれすぎて、確かそれでめ入れなかっただけなんですけど、基本的にはねそういうのはあります。その1年生からメンバー入るとかいう約束されて特待生ってパターンはね結構あると思います。ほんでまあその授業料とか安くなる、でそのねグラウンドでの扱いとかもやっぱこう特待生組だけさっきね入寮したり、やっぱこう上手いやつらだけもうすぐね1春から入るかもしれへんからみたいなんで、入寮とかがちょっと早かったりします。ほんでね大阪開成は比較的特待生とスポーツ推薦と普通の一般普通科からねたまに野球部に入ってくるんですよの待遇は正直あんまり変わらないですね。これはなぜならもう大阪市ってどちらかというともう個々の野球というかね、ものすごい組織の野球なんですよね。たまたまね自分はそういう組織野球でしたから、そういうなんていうかな、みんなもう平等にして、ほんでねそっから実力があるやつだけメンバーに入れるって、だからね全然その期待されてないやつが急に高校でもう爆破伸び、なんか急に伸びて、ほんでねメンバーに入ったっていうね、もう例とかもねめちゃくちゃありましたし、だからその自分らの高校は比較的ね、当時甲子園出たね三田さんっていうね、エース、左のエースも大好きなね先輩なんですけども、ねその人ももともとね普通科なんですよ。普通に大阪維新なんかめちゃくちゃアホなんですよね。学校入ろうと思えばもうめちゃくちゃアホな子たちも普通の受験で入ってきます。ほんでね、野球部の体験でパッて掘ったらえぐくて、ほんでもう野球部入れで普通コースで、だからスポーツ推薦とか何ももらわず普通に受験で入ってきて、ほんでたまたま野球部入って甲子園に行ってますから、だからね大阪会社は比較的あんま特待生とかそんなんは、まあその授業料とかそういう寮費とか多分そんなんが安くなるってだけで、基本的にはねそんなあんまり待遇はされないです。でもねこれが正直な話、大学のねスポーツ推薦とか大学の特待生とかなってくると、やっぱ特待生制度っていうのはね全然違うって、聞きました。でその大学のそういうどんなんが免除何年とかはねまたね、違う動画でね載せるんですけど、だから高校の、特待生っていうのは結構そのねつながりがあったりしたら結構もらえるんですよね。だからそのどこどこの誰々いいな、そのつながりがあるから、じゃあ特待生取ってあげてくれとか、あとたまにあるのがこの上手い人が母子家庭やったりしたら、もうちょっとね
特待の中でもランクを上げて取ってあげるからっていうね話もあります。でやっぱこう特待生が上がれば上がるほどやっぱりそういう道具支給とかね、だからスポンサーをつけてあげたりとかもねあります。でもそのスポンサーはどこのメーカーとかは選べないんで、例えば何でしょう、水野とかが欲しくてもその高校が多分 SSK とかやったらあの SSK のスポンサーがつかなかったりで、1年生の頃はつかないですよね。その何々が欲しいからくれとかじゃなくて、そのチームを通してのスポンサーみたいなのに、なんかよく分かりますかね、その帽子のところの大体ね、帽子のなんかスポンサーが大体ね自分らのスポンサーなんですよ。だから自分らの時はシュアプレイでやったから、シュアプレイのあのグローブとかやったらそのまま使っていいよみたいな、その監督さんとかを通してお前これシュアプレイが届いてるわで使えるみたいな感じです。だからね、あのほんまにだからあの水野とかあのウィルソンとか、特待生でいきなりつくっていうのはねなかなかないです。やっぱりその高校である程度実績を残したらその向こう側から言ってきてスポンサーになる。だからもう小園選手、藤原選手とかも多分いきなりついたわけじゃないと思います。多分ねあの活躍しだして、つけてくださいっていうパターンでついたと思うんで、これはだから引っかかったらダメですよね。いきなりスポンサーをそのまま個人につくっていうのはねなかなかないんで、そのチームのスポンサーを通してのスポンサーをつくっていうのはね ありました。これ特待生組は。ほんでやっぱりこのね5人に選ばれたらなんかねそれはそれでねまだね結構ね優遇されてるから、結果を残さないとあかんみたいな、逆に変なねプレッシャーもかけられるんで、最初の初動はやっぱりね特待生いいと思うんですけど、そのトータルで見たら別にそんな特待生って別に良くないなともありました。簡単に言うと先週を見るときに実績とかで、内緒を見ましょう。高級パスタと思って、サイゼリアを見たときに、なやねんってなるじゃないですか、こう監督側から見ると。でもやっぱね、サイゼリア、あんまりね、期待されてないやつが、こう、ジョリーパスタやったら、あれ、お前思ったよりやるやんけ、でね、なるじゃないですか、意味わかります。こう、ね、サイゼリア、最初にサイゼリアの期待値で行って、ほんで、ちょっとジョリーパスタやったら、お前ジョリーパスタやん、ちょっと高級やんけってなるのと一緒で、だからね、あんまり特待生に期待されてしまうと、しすぎされ、なんかされすぎてしまうと、だからこう、なんすかね、こう、あんまり良くないのかなっていう、そういうデメリットもあるよっていうね、話を今日はしました。はい。他にもね、ちょっとね、特待生のね、制度とかね、聞きたければね、ちょっとね、もっとこう、詳しくね、違う動画にするんで、スーパー特待はどんなんなのかっていうのを、全然話していくんで、またね、皆さん聞きたい話ね、ぜひコメントによろしくお願いします。それじゃあ、明日から選抜です。明日から選抜予想です。それじゃあ、お疲れ。